政府の新型コロナ対策分科会は緊急事態宣言などを判断するための新たな指標について医療の逼迫度合いを重視した分類とすることで合意しました。新規の感染者数というものを引き続き注視はします、引き続き注視をしますが、医療逼迫の状況をより重視するというのがこの基本的な考え方です。今日行われた分科会で専門家はワクチンの接種が進んだことなどを受けて、これまでの新規感染者の人数ではなく医療の逼迫状況を重視した5段階に区分する新たな指標を提言しました。感染状況が2番目に深刻な段階では緊急事態宣言などの強い措置が必要だとしていますが、コロナ以外の一般医療が制限されることについて国民的な議論が必要との意見も出ました。